皆さんこんこにちは How are you doing? 元気でしょうか今日も、えっと、ある出来事を報告していきますねあんまちょっとそういう怖い系っていうかちょっと悪霊的な話苦手な人はちょっと「いってらっしゃいませ」って感じなんですけどあのコックリさんってあるやんでそのコックリさんの外国バージョン、まあ、英語圏バージョンがウィジャーボードっていうのねでそれはまあコックリさんと似ててそのまあ霊悪霊に 答えをもらう、将来を当ててもらうとか、恋人の名前を教えてもらって、アルファベットに手が行くみたいな、そういうすごい危険な、もうスーパースーパーデンジャラスな遊びなんですけど、そのウィジャボードをやった女の子たちがすごい精神的に病んだっていう報告があるコロンビアの学校から来たっていうことなんですね。英語で読みます。 このウイジャーボードをやった後に不安とか、えっと、意識が急にパッて飛んでしまって倒れてしまったりとか、まあ、いろんな症状ですよね。いろんな症状が出てしまって、めっちゃこの学校が困ってるみたいな、えー、ことがあったんだって。で、まあ、病院は、まあ、原因を調べてるっていう感じではっきりこの原因を突き止めてられてなくて、この学校側も保護者側も,もうみんな待ってるって感じなんですね。答えは一つやんみたいな。 もうそんな悪霊と遊んでたらそんなに決まってるやんという感じなんですけど、えー、クリからしたらね皆さんは、えー、そういういここととやったことありますか、えー、僕は悔い改めながらちょっと告白させていただきたいんですけど小学校の時にまあ流行った時期があってそのこっくりさんとかっていうのがねで一、まあ、回やろうとしてなんか俺が適当に自分の手で動かしてみんなを驚かせて終わったっていうあのエピソードでなんか実際に本当に。 動いたたととかかはなかった感謝のことに、えー、だけど多分やったことある人とか,なんかそういう経験したことある人とか結構多いと思うんだけど、えー、聖書神様はそれを禁じてんねんなでそれが「新明記」の18章に書いてあってそこを読みますよ「新明記」の18章 10, 10節から12節あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせるものがあってはならない占いをするもの牧者まじないし呪術者 呪文ををを唱えるるるもももののの霊す口寄せ死人に伺いい立ててがあってはならならだから要はこの霊的なものと一緒に霊的なものと交信してはならないって言ってるのさそれは死んだ人の霊もそう悪霊もそうこういう、えっと、何つうんだろうな霊的なこと悪い意味での霊的なことにはこうそっちには近寄るなっても神様はっきり警告してるわけさだからそれを無視してこうやって悪霊とか何らかの霊に えー、答えを求めたりってこういうことをすると、まあ、それなりの結果があるわけさそれなりのうん,、えっと、なんていうんだろうね償いじゃなくて、えっと、代償があるやっぱりすごい危険なことだから、えーまあ、その結果だと思いますねこの28人の女子生徒たちが、えー、ちょっとおかしくなったアンサイティとこのフェインテン意識がパッてなくなってしまう状態になってるっていうのはすごい聖書だけだしだからこそなんかそういうのにはほんまに近寄らないっていうのは。 えっとまあ、当たり前だけどすごい重要なことだと思うで今回は確かにウィージャーボードだったよそのこっくりさん的なことだったかもしれないけどその悪霊とこの自分とのこの結びを許してしまうことって多分本当にいろいろあると思うのね俺らが知りえない知りえないだけでねだからそれは本当に俺自身も,もうめっちゃ気をつけたいしうんそれは本当に一人一人が本当に精霊に満たされて敏感にならなきゃいけないことだと思いますね もうましては、このこういう系は本当にこの悪霊と個人的につながるっていうことだから本当に危険だし確かにウキウキするかもしれないよ将来のことを教えてくれたり自分が知りえないことを知れたりまあ友達と盛り上がったりするかもしれないけど Look at these people ねこの人たち見てください。でこうなりますよ本当にすぐは起きなかったとしても長い目で見たらどれだけ悪影響が出ることか。 ここういうういたちににに自分にアクセスを与えててしまうことによってだからこそ俺もそのニューエイジ的な瞑想とかやってた時に本当に心から悔い改めたしもうそういう悪霊とかとの関係を許してしまったならもうべてエスキルスのみんなによって立つっていう祈りもめっちゃしたしもう今でも食いやるためるだ,だからこのなんやろな、まあ、ウィジャーボードはちょっとまあそこまでじゃないかもしれないけどいつも俺が言ってるスピリチュアリティとかニューエイジとかのやつは。 あのダークに来ないキラキラとしてくるから本当に気をつけなきゃいけないすごい良いものとしてくるからまあサタンですよねあの光の見つかりにさえ変装するって書いてあるから本当にそのままあんですよねだから本当にそういうとこに敏感に反応するしなきゃいけないし俺らは、うん、過去にそういうことをしてきてしまったら本当に神様と1対1であのその問題をこう解決していく癒してもらう。 関係を悪いものとの関係を全部立ってもらうっていうのはあのしなきゃいけないことだと思います本当にこうやってね物理的な世界でこう結果が出てくるから確かに霊的なことだよこういうのでも霊的なものってこうつながってるからさすべてだからこうやって病気になったりあの鬱になったり不安障害になったりしてこう結果が出てくるだからまあそうですねこの28人のためにそして今こういうことを、えー、実際に行っている人たちのためにもね ぜひこの動画を見た後に祈ってくれたら嬉しいですね。ぜひ祈りましょう。えー、これはウィジャーボートどころか、まあなんだろうな、いろいろあると思います。本当に。それはもうみんな自分であの考えてみてください。あのタロットカードとかいろんなスピリチュアルなカードとかもそうやし、まあ本当にすっごい悪い音楽とかも本当にあると思いますよ。本当にここまではいかなくてもあの少なくとも霊的な影響っていうのは絶対あるから、うん、本当にみんながあの自分と神様との関係の中での あの状況にの中で歩みの中であの判断してったらいいと思いますこれがダメこれがだ目これがダメって誰かに言われるんじゃなくて自分と神様との中で2人の中で他の人から言われてそうするんじゃなくて教会に言われてそうするんじゃなくて本当に自分が考えてあの一つ一つ決めて考えて行動してったらいいと思いますでも本当に友達がなんか防げてこっくりさんやろうとか言った時とかにはもうあうよね絶対そういうところにはもう足を踏み入れてはいけないし。 うんまあ、昔ってか今も流行ってるのかこの心霊スポットに行くとか怪奇現象がよくあるような場所に行こうとかってそういう悪ノリでそういうとこに行こうとした時に本当に不思議なことって起きるで俺も今思い出したけどあの、まあ、友達から聞いた話だけどコクリさんとかやってなんか本当動物のようになってしまったっていう話は一回聞いたことあったのを今思い出しました本当に霊的やし悪霊っていうのは存在してて悪霊はもう少しでもチャンスを狙ってる 少しでも人間を人に取り付くチャンスも狙ってるし人間を苦しめるチャンスを狙ってるので、えー、ほんまに、えっと、気をつけなきゃいけないと思いますねですから、はい、こういうね悪霊との関係死者の霊との関係、まあ、死者だと思ってたものも全部死者じゃなくて全ては悪霊だと思いますのであの、まあ、人間の霊っていうのはもう人間の霊楽しいっていうのはさもう死んだ時点でこの世に残ることはないと思います聖書的に 全部神神様様の元に行って神様が対処するだから自分が近い関係だった人の霊のように思えるものも全部悪霊だと思うそのその人に化けてそのその人に化けてすごい感情的に親密になろうとすると思うけどあのそれは全部悪いものだと思いますね、えー、まあ意見あったら教えてほしいんですけど俺は一つこの証を聞いたことあるある女の子がもうお母さんよりも仲良かったおばあちゃんを亡くした。 でも悲しくて悲しくてでその悲しさを対処する唯一の方法を彼女が考えたそれはそのおばあちゃんを呼ぶことおばあちゃんおばあちゃんおばあちゃんってあなたの霊はここにいるでしょうってすることだったんだよねでそしたら本当に彼女はそのおばあちゃんの霊を感じるおばあちゃんが同じ部屋にいるっていうことを感じたでそれをずっとやってたわけさ何かがあったらそのおばあちゃんに語りかけるでそのおばあちゃんのあったかさはそこにあった でも彼女はまあいろんな導きがあってイエス様に出会って救われたでこういう見言葉に出会ったり、えー、っとすごい霊的な世界を神様に教えてもらっていく中でそのおばあちゃんの霊だと思ってた霊が実は本当に全く違う悪霊だったってことに気づいて、えー、もう彼女はもう超叫んでイエス・キリストの皆によってその悪霊に命じて去るようにもう自分の近くに近寄らないように命じたその瞬間から そのおばあちゃんだと思ってたたは全くく感じなくなったっていう話を聞いたことあります証でアメリカ人なんだけどだからそういうのに惑わされないように気をつけてほしいですね悪霊ってほんま巧妙です悪魔はほんま巧妙です俺らを俺らをこうしがみつくことができるならどんなことでもすると思うのでもう精霊様だけにもう精霊様だけもう俺らが欲しいのは精霊様だけ他の霊を全部誓い誓わせないっていうこの宣言そして これを求めていきましょう、神様に。はい。こういう出来事がありました。皆さん、ぜひ気をつけてほしいし、周りの人にもこういう人がいたら、警告してあげてください。ハレリア、愛を持ってね。ハレリア、見てくれてありがとうございます。Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.God bless you everyone. じゃあじゃあ